いかにアストリッド殿下のお言葉とはいえ、貴様らのような得体の知れぬ輩に手を貸すなど。けっ、こっちもてめえなんぞに頼まねえよ。てめえが粛清かどうかも分かったもんじゃねえしな。なんだと？お姫様だかお妃様だか知らねえが、アイオニアの女にヘイクラしやがって、こっちが恥ずかしくなるぜ。貴様、今のは聞き捨てならん。砂漠の蛮族よ、鈍重なトカゲよと蔑まれていた一族を取り立ててくださったのがアストリッド殿下なのだ。忠義でご恩をお返しして何が悪い。200年後の貴様が安穏と暮らしていられるのも殿下のおかげなのだぞ。恩返しにもやり方ってもんがあんだろうが、てめえの犬っぷりが笑えるっつってんだ。貴様、ジャガーさん、どうしたんです？言い過ぎですよ。ほっとけ。こいつ見てるとあの野郎を思い出してムカムカしてくるんだよ。あの野郎、もはや勘弁ならん。叩きのめしてくれる。上等だ、やってみやがれ。なかなかやるではないか。てめえもな。だが俺は俺の生き方を変えられん。あの方に忠義を尽くすことしか知らんのだ。え？何の話だ？何の話だと？俺がアストリッド殿下にお仕えしているのが気に入らんと言って貴様が喧嘩を売ってきたのではないか。おお、そういやそうだった。いや悪かったな、てめえと殴り合うのが面白くてすっかり忘れちまってたぜ。のなんとも愉快なやつよ。200年後はスケールフォードも貴様のように生きられるのか。ならばそんな世界を終わらせぬために俺の力を役立てるのも悪くはない気がしてきたぞ。おお、来やがった。これはてめえの剣法か。そうか、俺も粛清だったか。おい貴様、俺の技を受け継いだのだからそれに恥じぬ働きをしてみせろよ。負けでもしようものならこの俺が許さんぞ。言われるまでもねえ、てめえの技、てめえよりうまく使ってやら。抜かしたな。
おお、あなた方が未来から来られたという方々でありますか。アストリッド殿下より通達をいただきました。今やあなた方の時代のみならず、この時代の神羅宮までも恐るべき悪行に手を染めてしまっているとか。彼らを止めるため私たちにご協力できることがありましたら何なりとおっしゃってください。私は第二師団に所属しております調剤師でシウジンと申します。自分は第二師団第一総兵隊の遊具であります。よろしくお願いするであります。こちらこそよろしくお願いします。うちの団長より年下にしか見えないな。あなたもクタン人なんですね。ええ、そうですわ。年齢をお聞きになりたいですか。いえ、失礼だと思いますので。別に構いませんのに。そうやって気を使っていただくと、限界に年寄りと言われているようで、かえって傷つくこともありますよ。そういうものですか。そういうものです。ああ。それよりあなたも調剤師の方なのでしょ。粛清の件は聞いていますわ。調剤法の継承を試してみるために来られたのではないのですか。はい、お願いします。私が年上かもしれないからといってそんなにかしこまることはありませんわ。そういうつもりはないんですが。始めますよ。あ、まあ、これが粛清の。よかった、あなたに伝えられる調剤術があったのですね。はい、これはすごい。その薬であなたの大切な人を助けてあげてくださいね。え、大切な人。どうかしましたか。この世界の生きとし生けるもの全てを助けるというのも立派ですけれど、身近な家族や友人を助けるんだと思った方が身が入るでしょ。ああ、そういう意味ですか。総兵のお仲間をお連れでありますな。粛清の件は自分も聞いております。技の伝承をお望みでありますか。同じ総兵同士、よろしく頼むぜ。はっ、こちらこそよろしくであります。
い。そうでありますか。ああ、あんたも粛清だったってことだな。なんとも不思議なことでありますな。俺も最初はそう思ってたはずなんだが、すっかり慣れちまったぜ。ま、あんたの技有意義に使わせてもらうからよ。はい、お役に立てばよいであります。なんか聞いてきたのか。そうだよ、俺はまともな矢も作れねえ三流以下のダメ職人だよ。けど別にいいだろ、もうテラスファルマは来ねえんだ。矢なんか作れたってしょうがねえのさ。100年後にまた出るって話もあるけど、その頃には俺はとっくに死んでる。知ったこっちゃねえ。知ったこっちゃねえんだよ。
いや、待て。この間来た僧兵が言っていた連中か。未来から来たとか。はい。そうか。俺にはよくわからんが、アストリッド殿下もお認めになっていると聞く。おそらく本当に未来の人間なんだろう。今の俺にはどっちでもいいことだしな。あなたは、第二師団第三級兵隊のロドリクだ。ロドリクさんはここで何を？セウジンの矢の話は聞いてきたんだろう。はい。簡単な話だ。テラスファルマを迎え撃った時、俺の隊はろくな戦果を上げられなかった。矢が満足に効かなくてな。だからあの矢は使い物にならんと上に報告した。そのせいでセウジンは随分荒れたそうだが、自業自得だと思っていた。思っていた？今は違うんですね。妙だな。ここから先は誰にも話したことがないのに、お前には話そうとしている。まさかこの俺が長い森暮らしで人恋しくなったのか、それともお前が何か特別なのか。さあ、僕には分かりませんけど。まあいい。しばらくして戦いは終わった。そして冷静に振り返る余裕ができると、何かが間違っている気がしてきたんだ。セウジンの矢は本当に失敗作だったのか。俺たちの方が彼の矢を使いこなせなかっただけじゃないのかとな。それで試している。誰の邪魔も入らないこの森でな。試しているって、セウジンさんの矢を？戦いが終わってからずっとですか？セウジンの矢じゃない。彼の矢は残らず廃棄されてしまったし、今の彼にもう一度あの矢を作ってくれなどと頼めるわけがないからな。別の弓矢職人に頼み込んでそっくりに作らせた模造品だ。それでも徹底的に居続ければ本当に使えないのかどうかくらいはわかる。いや、もうほとんどわかりかけているが、もう少し、もう少しで確証がつかめる。ロドリクさん。そっちも旧兵を連れているのか。カリウドよ。まあどちらでもいい。一つ頼まれてくれないか。何を？そっちにもこの矢を使ってみてほしい。俺以外の旧兵ではどうなのか試したいんだ。俺の技を盗みたければ勝手に盗んで構わん。もともとそれが目的だったんだろう。否定はしないわ。分かった、協力する。交渉成立だな。Ugh!
うわっ！きちんと戦術を練らなくてはいけませんね。あ、来た。あなたの技、受け取ったわ。そうか。この間の僧兵が言っていた粛清が云々とはこういうことだったのか。お前たちの用事はこれで済んでしまったことになるな。ロドリックさんがまだ迷っているならもう少しお手伝いしますよ。私も構わないわ。いや、もう十分だ。やはりセウジンの矢は使い方さえ間違わなければ十分な威力がある。俺以外の旧兵でも確認できた。どうやら俺は自分の失態を隠すために一人の弓矢職人の何もかも踏みにじった。わざとやったわけじゃないでしょ。それにまだ間に合うはずです。矢を射続けたのはそのためじゃないの。道場でも自分の罪悪感をごまかすためでもなくて真実を語るんだっていう自信がまず自分の中に欲しかったんでしょ。お前たち、そこまで見切られていたか。ああ、そうだ、俺はセウジンに会いに行く。行ってここで確信できたことを告げ詫びを入れるつもりだ。許してもらおうとは思うが、けじめはつけなければな。そうですね。お前たちとはここまでだ。そちらはそちらでうまくやれ。じゃあな。不器用な人ね。あんまり人のことは言えないけど。私に言ってるの？さあ、どうだろうね。なんか俺の矢にケチつけた旧兵が来て謝って言ったぜ。使
使いこなせば役に立つ矢だったのに悪かったって頭下げてよ。ふざけんな、今さら遅えんだよ。って言ってやったんだけどよ、許せねえならそれでもいいから弓矢職人を続けてくれと来やがった。100年200年後の子孫のためにいい矢を残してやってくれとよ。ロドリクさんがそんなこと。あんまり必死に頼みやがるからそれ以上怒れなくなっちまった。俺もお人よしだな。その子孫ってのお前らのことだろ。あの旧兵のおっさんがあそこまで思い切れたのもお前らのおかげだって言ってたぜ。いえ、僕たちはちょっと手伝っただけで。俺の矢の偽物を使ってだろ。そこはちょっとムカつくけどな。はあ、なあ、あのおっさんは全部自分が悪いみたいに言ってくれたけどな。俺の矢が何にも悪くなかったとは俺も思ってね。使いこなすのに時間がかかるってのは立派な欠点だ。そこは改良しねえとな。それじゃあ、おうよ、残してやら、俺の渾身の力作をな。すぐってわけにはいかねえが、何年かかっても完成させてみせる。サウジンあたりもこれから研究して結果は石に書いて残すって言ってんだろ。俺もそうするからよ。楽しみに待ってな。ってお前らは待たなくても100年後にでも行きゃすぐ結果がわかるんだよな。なんかそうですね。
基板？見せて見せて。これはちょっとすごいかも。レイ・ウィルさん。あらら、ああ全部わかっちゃった。今回は余計なお世話だったわね。この石板の説明すごくわかりやすいから自力で何とかしてみたかったんだけど。そうなんですか？ええ、セウジンって人実はすごい努力家で負けず嫌いで几帳面なんでしょうね。この石板にも矢にも性格が出てるわ。一度お前の矢は役に立たないって言われたのがきっとものすごく悔しかったのよ。それで力の限りに頑張ってこれを残してくれたんだわ。僕もそう思います。Thank you.
その人が弓矢職人の方ですか？メフィティス。メフィティスさんって言うんですね。はじめまして。メフィティスさん？喋れない。毒で喉やられて。そうなんですか。すみません。それは別にいい。毒の原料温泉取ってくる。メフィティス毒屋教える。温泉が毒の原料で、それを取ってきたらメフィティスさんが毒屋の技術を教えてくれるってことですか？そうか、粛清だったら喋れなくても教えてもらえるんだ。わかりました、取ってきます。温泉毒いっぱい。気をつける。あ、はい、心配してくれてありがとうございます。メフィティスさん、ズオムジンさん、これでいいですか？合っている。よかった。でもどうしてこんな危ない材料を使ってまで毒屋を？昔から毒屋作らされてた。地虫で。この毒屋テラスファルマにも効く。だから誰かが作る。それがたまたま彼女。そんな。
気にすることない。約束、弓矢職人連れてくる。毒矢教える。
君たちは。そうか、オドの言っていた200年後の子孫たちだな。私がウフレッドだ。うん、オドの話だけでは半信半疑だったが、君たちのその服装を見て確信できたよ。君たちは間違いなく未来から来たのだとね。服ですか？ああ、まるでアイオニア聖公国の臣民ではないと主張しているかのような服ではないか。今そんな服を着ている者はどこにもいない。この先、神羅宮の支配に対抗する勢力が確立して初めて作られる服なのだろう。そんな風に意識したことありませんでした。それは君たちがアイオニアとは別の集団に帰属しているという認識を自然に持っている証だ。意識して着ているうちはアイオニアへの帰属感覚が残っているのだよ。そういうものですか？ああ、私にとっては喜ぶべきことだな。私がこれからなそうとしていることが実を結ぶのだから。もっとも、未来の君たちの目には今の私はひどく滑稽に映っているだろうがね。いえ、そんなことは。まあいい。さて、オドからは粛清云々という不明瞭な話も聞いているのだが、君たちの中に憲法家はいるか？うん、私が憲法家だ。ほう、なかなか鍛えているな。では手伝ってもらいたいことがある。この村の川を掃除したいのだ。はて、掃除とな。ああ、たちの悪い怪物がよく現れるのでな。それを私と共に退治してもらう。怪物って？無論テラスファルマではないが、普通の村人にとっては非常に危険な生物だ。そいつらが最近好き勝手に暴れている。テラスファルマが現れなくなって喜んでいるのは人間だけではないということだな。なるほど、そやつらを掃除すればよいのか。本来こんなことは鋼の枝の仕事なのだが、ティオストリデにも軍の兵士はいなかっただろう。言われてみれば。南の第二師団は公妃アストリッド以下、それなりに緊張感を保っているが、この辺りの第三師団はテラスファルマを撃退してからというもの、完全に緩み切っている。民を守れない軍に何の価値があろう。これも私が神羅宮からの独立を目指す理由の一つなのだが、今はこの村の話だ。もし私の技の中にそちらの知らないものがあれば、喜んで教えよう。いや、お互い粛清とかいうものだとしたら、教えるまでもなく伝わるのだろう。それが報酬ということで、どうだ？うん、承知した。協力に感謝する。聖冠の力の継承か。うん、ウフレッド殿の技、確かにもらい受けた。そうか、これで報酬は払ってしまったことになるな。よし、川掃除もこのくらいでいいだろう。ご苦労だった。本当にいいのか？
我々ならまだ構わんぞ。いや、もう十分だ。それに君たちには君たちの時代で戦うべき敵がいるはずだ。その戦いに戻りたまえ。ウフレットさん、ついたかい？あ、はい、ありがとうございます。そう、ならよかった。ちょうどお客さんが来たみたいだしね。あら、あなた方は？セウジンさんがおっしゃっていた方々ですね。不思議だな。普通なら200年先の未来から来たなんてとても信じられないはずなんだけど、君たちを見ていると嘘だという気がしないよ。本当にそうですね。そう言ってもらえると助かります。あら、申し遅れました。私、魔石職人のラクリラと申します。あちらの方は？通りすがりの音楽家だよ。名前はクレイよ。通りすがりって？いや、本当にたまたま通りがかっただけなんだ。でもそこのご婦人がひどく沈んだ顔をしていたものだからね。僕の曲で少しでも気分を楽にしてもらえたらと思って、ささやかな演奏会を催していたところなのさ。本当にありがたいことです。私なんかのために。ほら、またそんなことを言う。私なんかなんていうものじゃないよ。いえ、私なんか。あの戦いのせいで苦しんでいる人がいるってセウジンさんに聞いたんですけど、どうしたんですか？私は自分の浅ましさに耐えられないんです。だって安全なところで石を作っていただけの私なんかがのうのうと生き延びて、その石を使って戦ってくれた人たちが大勢亡くなったなんて、そんなことあっていいんでしょうか？でも魔術師と魔石職人はそういうものでしょう。魔術師だけじゃない。僕たち剣士は鍛冶屋に剣を鍛えてもらいますけど、彼らが安全なところで楽をしてるなんて思いません。そうやって後ろで支えてくれる人がいるから戦えるんです。それだけじゃないんです。私の罪はそんな普通のことだけじゃ。どういうことです？もう私なんかに構わないでください。私にはそんな人様から気にしてもらうような資格はないんです。
やれやれだね。僕の演奏は聞いてなかったらしい。さてどうしたものかな。来られましたな。いらっしゃい、未来からのお客様。ん？クレヨンから話は聞いているわ。200年後にこんな可愛い子たちが生まれるのなら、私たちも戦った甲斐があったわね。200年先もこんな若者まで戦わねばならぬのは良かったとばかりも言えぬと存じますが。ロシったらまた。わざわざ悪く解釈しなくてもいいじゃない。これは性分でございますゆえ。ああごめんなさいね。私はレーテ、こう見えても魔術師よ。あっちのおじいちゃんはニクンバさん、私はローシって呼んでるわ。ヤツガレは一階の樹石職人だって。ローシって感じなんだもの。それで魔石職人さんがすごく気に病んでるんですって。ああはい、ここに来れば理由がわかるって言われてきたんですけど。そう、ロッシ、お願いできるかしら。ご自分のことでございましょうね。自分のことだからうまく説明できる自信がないのよ。またそのようなことを。仕方がございませぬが。ではお客人、リファイアントというものをご存知でありましょうや。リファイアント？
初めて聞く言葉ですけど。強大なる魔術の力によって作り変えられた人を指す言葉でございます。魔術で人を作り変える、そんなことできるんですか。もはや失われた秘術でございますが、アイオニア建国当時は盛んに行われました。頑強な肉体や強大な魔力を縁と望み、斧が体を差し出す者が絶えなんだそうでございます。すべてはいずれ必ず現れるテラスファルマと戦うため。そこまでして。中でも魔力を強化されたディファイアントはかなりの数に上ったとか。施術が簡単な上、寿命が延びるという副作用もあって、志願者が多かったのでございます。がかように不自然な作為が良い結果だけをもたらすはずもなし。魔力を強化されたリファイアントは強力な魔術を扱う代償に斧が命をすり減らすのでございます。それでもテラスファルマが現れた時、彼らは魔術を持って勇敢に戦いました。そして命の火を燃やし尽くし、次々と倒れていったのでございます。そちらのレーテ城はその最後の生き残りでいらっしゃる。驚いた？魔石職人の方の罪悪感はつまりここに由来するのでございましょう。魔術を使えば命が尽きると分かっている者に魔石を与え続けた、すなわち間接的に殺したも同じと。そういうことなんですか。気にすることはないのにね。私たちは望んでリファイアントになったのだし、こんな若い姿のままで長生きもできたわ。むしろ恵まれてるくらいよ。命がけでテラスファルマと戦ったのも、命を落としてしまったのも、私たちだけじゃないんだもの。その魔石職人さんにそう伝えてくれる？はい。よくなんかあります。
戦いの間は仕方がないんだと。みんなが生き残るために私にできるのは魔石を作ることだけなんだと。そう自分をごまかしていました。リファイアントの方々はその魔石を使うことで命を削ると知っていたのに、こんな私なんかが生き延びてしまって、本当になんてお詫びしていいか。ラクイラさん、どうしてわからないんですか。魔石がリファイアントを殺したんじゃない。魔石職人が魔石を作ってくれたからリファイアントも他の魔術師も戦えたんです。魔術師と魔石職人だけじゃありません。たくさんの人がそれぞれ方法は違っても精一杯頑張って、そうしてみんなが力を合わせたからこの世界は今も続いているんでしょ。ラクイラさんはそれが間違いだったって言ってるんですよ。お若いのに立派な御仁でございますな。ま、失礼ながらご夫人、あなたのおっしゃりようはあの戦いに臨んだ者全てに対する侮辱でございましょう。私はそんなつもりじゃ。わかっているわ。だからもういいの。もう気にしなくていいから。辛くて苦しい戦いは終わったんだもの。これからは楽しまなくちゃ。私も仲間たちもそうしてくれるのが一番嬉しいわ。レーテさん、ごめんなさい。ごめんなさい。違いますよ、ラクイラさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、そこの白い男の子。僕のことかい？ええ、あなた不思議な目をしているのね。不思議だけどよく知ってる気がする目。僕はどう反応すればいいのかな。決めたわ。あなた魔術師なんでしょ。私の魔術あなたが引き継いでくれないかしら。ん？待ってください。魔術を伝えるには何回か使ってみせなきゃならないですよね。でもレーテさんは魔術を使ったら。さよう、余命が縮むばかり。ここは自重なさるべきでございましょう。もう二人とも大げさなんだから。大丈夫、まだまだ平気よ。一回や二回使ったってどうってことないわ。それに楽しそうなんだもの。僕と一緒にいて楽しいって思う人はなかなかいないけどね。自覚はあるんだ。ま、お姉さんがいいのなら僕は別に構わないよ。決まりね。じゃあ始めましょうか。くれぐれもご無理はなさらぬよう。大丈夫だったら。
中も真っ白なのかしら。終わった。今ので伝わったの？そうだよ、あっけなくて拍子抜けしたんじゃない？面白いわ。もう一回見てみたいくらい。でも無理みたいだけど。レイズさん、レイズさん、レイズさん、どうしたんです？レイズさん、寝てる？心配かけてごめんなさいね。急に眠くなっちゃって。本当に何ともないんですか？君は心配性だね。本人が大丈夫だって言ってることだし、用事は済んだんだから早く帰ろうよ。でも。いいのよ、また遊びに来てね。はい。こんな言い方も変ですけど、お大事に。ありがとう。はじめまして、樹石職人グワイニーです。おや、フェザートライブの方もお仲間に加わっておられますか？はい、私の他にも何人か。さようでございますか。心優しく争いを嫌うフェザートライブが200年の後には一族挙げて戦いに加わっておられるのでございますね。いや、これは失礼。非難がましいことを申すつもりはございません。フェザートライブの方々の勇気と決断は紛れもなく尊きものでございましょう。ただ弱き者、戦わぬ者が貶められる世であっては救われぬと思うたまでにございます。ああ、それでしたらご心配なく。うちではそんなことはありませんよ。さようでございましたか。これはつまらぬことを申しましたな。ならば心配はございませぬ。グワイリー様に八つ枯れの樹石お伝えいたしましょう。ありがとうございます。
では。ああ、これが肉馬様の樹石ですか。なんて精密な。いやいや、そのような大層なものでは。200年後の勇気あるフェザートライブと、そちらの方々のために。十分ですとも。ありがたく使わせていただきます。なさいますな。あのまま永久に目覚めずともおかしくはなかったのでございましょうに。そうね。四季を悟り、心を穏やかに余生を過ごすためこの森に来られたはずでは。あの子たちを見ていて気が変わったの。このままただ死ぬのを待っていても面白くないなって。それに私の魔術を引き受けられそうな子がいたものだから。あの得体の知れぬ御人でございますか。まあ得体が知れないなんて老子らしくない言い方。他に申しようもございますまい。でもあの子、私が辛いの分かったから早く帰ろうって言ってくれたんじゃないかしら。やもしれませぬが、得体が知れぬことに違いはございませぬよ。そんなこと言って本当は見当ついてるんじゃないの。はて、何のことでございますやら。難しいところをお見せしてしまいましたね。おかげさまで私も目が覚めました。まだすっかり吹っ切れたとは言えませんけど、うつむいてばかりいるのはやめようと思います。またあなたに怒られてしまいますもんね。あの時は失礼しました。いいんですよ。皆さんは200年後の世界で戦っていらっしゃるんですから、私の言い草はさぞ腹立たしかったでしょう。お詫びというわけではありませんけど、私も一応は魔石職人です。お仲間の魔石職人の方に何かご協力できるかもしれません。粛清とかいうものだったら一瞬で知識や経験を伝えることもできると聞いています。私なんかが粛清なわけないと思いますけど。あら、いやだ、私なんかってまた言ってしまいましたね。気をつけないと。すげえ魔石の作り方知らね。知ってたら教えてくれよ。俺も魔石職人だから。魔石職人？あなたは？なんだよ、魔石職人に見えねえってのかよ。失礼ですけど全く。
本当に失礼だな、おい。ジーノは魔石職人ですよ。僕の幼馴染ですから、よく知ってます。まあ、あなたのお友達ですか。じゃあ間違いありませんね。なんだこの扱いの差は。それじゃあどうしましょうか。私の知っている魔石の中にあなたの知らないものがあればいいんですけど。おお、ま、おお、来た来た、新しい魔石だ、やりー。わ、私も粛清だったの。ばあちゃん、ありがとな。いいえ、私なんかでも役に立ったんですね。その私なんかってのやめろよ、感じ悪いぜ。あらあら、ええ、そうでしたね。ありがとう、ジーノ君。もちろん、じゃあ、早速。いい曲だね。ありがとう。どういたしまして。あの、何かな？今の曲って、前にラクイラさんに弾いてあげてた曲ですよね。いや、そんなことないよ。新曲だよ、新曲。いや、でも。新曲だよ、新曲。はあ。